速報、映画スーパーマリオが神映画の3つの理由、興行収入135億円突破。多分2023年最も売れた映画になるであろう映画スーパーマリオブラザーズ。この動画ではなぜスーパーマリオブラザーズがここまで大ヒットしたのかの理由について解説していく動画となります。お、ありがたい。聞き直すだけでいいように作ってやるので、BGM 代わりにお使いください。映画スーパーマリオブラザーズが大ヒットした理由は主に3つ。1、イルミネーションが制作担当したから。1、日本に作らせなかった。原作順調。1、ポリコレファンを起こさない絶妙なバランス感覚の3つです。1つずつ説明します。1つ目がイルミネーションと呼ばれるディズニースタジオ傘下から独立して作られたミニオンズを当てて大ヒットさせた超絶有能会社が作ったという部分。これに尽きるわ。というかこれが大ヒットした理由よ。とりわけマリオっていうコンテンツはバトルシーンもあるけど、ドラゴンボール G ほどバトルには偏っていないカトゥーンタッチのキャラクターとシナリオがものすごく得意な企業なの。だからゼルダの伝説とかを映画化するならこの会社に作ってもらいたいわね。イルミネーションが得意なことマリオというコンテンツがハマったということね。そういうこと。次の理由が原作準拠だという部分。これは原作ありきの映画が好意的に受け止められるかどうか、大ヒットするかどうかにおける最も大切な部分であり、原作ファンからすると当たり前の部分なんだけど、これができない原作付きの映画は腐るほどあるわ。言い訳、原作傍観量産国家として優秀なジパングなんかにはほぼ絶対にジパング原作のコミックアニメコンテンツを実写化させちゃダメで、なぜか制作費を回収することは可能だけど、将来のユーザーを先取りすることになるわ。例えばジパングの音楽 CD の売り上げって落ちていないんだけど、なぜ落ちていないのかというと AKB 商法によってバイアスらな人々から大量に金を巻き上げるビジネスモデルに変更したからなの。まあバイアスライコールさんたちに悪気があるわけじゃないけど、バイアスらじゃない人々からしたら音楽ってアイドルの人たちとそれに付随するバイアスらのためのコンテンツでしょという認識が広まると、その人たちは音楽コンテンツから離れていくわけ。という感じでジパングに住んでいる映画ファンからしたらコミック原作の実写映画は見ないわ。高確率で時間と金の無駄だからね。そんな感じになるからコンテンツは大切に育てましょうって部分と、今後は超有名なゲームやコミックコンテンツはなるべくイルミネーションだったりハリウッドのような世界規模で販売できるチームと組んでちゃんとエンタメにして発表してほしいと思うわ。そもそも予算のかけ方と小回りの作り方はジパングの人々の作りとハリウッドでは全く違います。予算の部分は棚上げにして、小回りやカット編集がジパングの映画はとても情緒的というか、監督の関わりってやつを出したがるのよね。それが多数にとっては不快だし、告知悪さに直結するのよね。簡単に言うと世界的に当たる映画は1分間に30カットとかしますけど、国内映画とかは1分間に10カットとかしかしません。そうすると1秒に対する情報量が激減するから、この様子と各キーを流してもらっても視聴者としては耐えられないのよね。岸辺露伴の実写映画も30秒くらいの放送事故のシーンがあって、未だにジパングの映画がこんなことしてて気絶したわ。このように全世界にいるだけのセンスも影響力もない。ジパングで映画を作らなかったという部分が原作準拠につながり大ヒットしたって部分で、原作準拠で言うと実はもう一つ大事な部分があって、それはスーパーマリオブラザーズを CG で作ったという部分がデカすぎるわ。生当たり前やんかい。それはそうなんだけど、実はこの CG の方の映画のシナリオってスーパーマリオ魔界帝国の女神1993年とほぼ同じなのよね。え、何それは。ドンミキ、この映画ってチームのコスプレの針散らかしたおじさんがクソ映画しているなって感じの、クソ映画大好きお兄さんお姉さんのための映画なんだけど、見返してみるとシナリオがクリスツだし意外と面白いのよね。まあ端折って雑に説明すると、現実世界に存在する針散らかしたマリオブラザーズと呼ばれるイタリア移民2世とかそんな感じのおじさんが異世界から現れたクッパ。ちょっと待って、さっきからチラチラ出てるこのラップルって何。わあ、ヨッシーコールさんに決まってんだわ。ふざけんな。これがヨッシーかい。話を戻すけど、異世界から現れたクッパなる謎のおじさんを倒して、まあ多分ブルックリンね。そう、ブルックリンを救うってシナリオなの。私は突っ込まないわ。このおじさんの誰かなんて突っ込まないわ。クッパイコールさんだろ、いい加減にしろ。まあそんな感じで今見返すと、とてもシナリオがよくできたというか、ぶっちゃけ丸パクリよ。ほぼ同じシナリオなのに実写でやると失敗するっていう典型例ね。ここからはオタク特有の早口を始めるんだけど、この映画は CG 使ってほぼパーペキに原作準拠しただけじゃなくて、その原作準拠を超えるようなファンサービスを随所にしまくるのよ。この映画を見たマリオファンからしたら、いちいち、あ、これってこのゲームのこのシーンだってなる感じがとんでもなく優秀なの。マリオカート、ルイージマンション、ギアーズ5、スマッシュブラザーズ、ドンキーコング、チッポマリオ、スーパーマントマリオとか言い出したらキリがないくらい、ファンサービスをこれでもかって詰め込めるだけ詰め込んできてるわ。なので1秒に対する情報量がくっそ激烈に高いから、視聴者は常に、あ、このシーンはこのゲームのという気持ちを駆り立ててくれるわ。ちょっと待って、ギアーズ5って何よ。このおじさんってギアーズ5のハズでしょ。キャラデザといい、うざがらみの仕方といい、クリスツよ。あ、こいつはハズね、間違いないわ。例えば前半のこのシーンなんかは横スクロールのマリオリスペクトだし、この部分はルイージマンションリスペクトだし、あとはまあ映画見てほしいんだけど、原作に対する愛というか、任天堂で育ったヘツたちが作る職人芸がパないのよね。レインボーロードでのショートカットとかね。そこまでするかってくらいゲームやっている人じゃないとわからないような細かいあるあるまで入れてくる部分に脳が震えたわ。ちなみにおおよそのストーリーなんだけど、これはもう
スーパーマリオ、魔界帝国の女神、1993、準拠だから説明する必要はないわね。何そのマイナー映画をみんなが知っている前提で話しているのよ。そんなクソ映画見てるのはあなたぐらいしかいないから話しなさいよ。シナリオはマリオブラザーズと呼ばれるイタリア移民のリアル人間の兄弟がブルックリンで配管工をしていたんだけど、なんやかんやあって異世界転移させられるの。だからこの映画ではマリオブラザーズの父じゃやは母じゃや親戚のおじさんたちの姿を見ることができるわ。へ、そんな設定あったらね。まああくまでもこの映画でのマリオの設定であって、これが全てに当てはまる公式ってわけじゃないから。ただマリオはもともとはスーパーにいたおじさんの名前から取ったっていう有名なエピソードがあるし、マリオがやたらマンマミーヤって叫ぶのはイタリア移民の名残ね。イタリア移民っていうのも大家族で新天地を目指して入植してきた人々だから、貧乏なので大家族で小さな家で大家族で暮らしているって感じのステレオタイプがよくできてベネだったわ。まあそんな感じで異世界転移した後はそこにいたクッパが悪さしてるから、いちいちネタバレね。こいつ一ミリでメインしてもらって悪のクッパ。あ、ごめんなさい、もう突っ込まないから普通に喋ってちょうだい。ドンキーコングとかと一緒に懲らしめるって感じのシナリオね。残念ながらヨッシーは出てこないわ。やめられてよ。まあそんな感じで映画自体は王道を行くスーパーマリオ魔界帝国の女神なんだけど、ファンサーがすごすぎるし、 CG がクソ綺麗だし、ライティングの使い方が幻想的でクソ激烈に綺麗だし、レインボーロードの破片をあんな感じで使うなんてお姉さん驚きすぎて失禁したわ。ほぼ行きかけなのね。これがこの映画が世界的大ヒットを記録した大きな大きな理由なんだけど、ほぼ一切これじゃない感視聴者に見せないの。その上で視聴者の予想を超えるようなファンサービスをしてくるから、視聴者は常に興奮が止まらなくて、俺たちのスーパーマリオをここまで深く読み込んでエンタメとして落とし込んでくれるなんてっていう。とりわけ序盤の伏線を回収してマリオブラザーズがスターウォーズでいうところのチャンバラをするシーンとかがあるんだけど、アレンジ曲があれのあれの曲のアレンジだし、そりゃそうなるわって部分のワクテカの演出とか、マリオ64リフペクトとかがもうあんこがバイブレーションしすぎたわ。そんな感じでファンとファンじゃない人々のハートをバッチリプリキュアする部分はかないのよ。要するに原作準拠することが最低条件で、大ヒット狙うなら原作ファンですらなる、そんな設定なんで知ってるの？という部分を入れたり見せたりすることが重要ってことで。そういうこと。例えばこれとか、これなんかは大爆死しているところからわかるように、原作準拠というのはガチで原作ありきの作品にとっては大事な要素だと理解できるわね。最後はポリコレ対策ができている。ポリコレもアンチポリコレも騒がないような絶妙なバランスを提供しているって部分で、ここはもう一重にミニオンズを大ヒットさせてコンスタントにヒット作を量産するデータを持っているイリュージョンだからこそのベテランの知識と経験によって作られた部分なんだけど、この部分は詳細欄にリファレンスを貼っておくから気になった人は見ると良いと思うのですが、ポリコレって存在自体がなぜ害悪なのかというと、疲れ果てた多数派、雑に言い換えるならサイレントマジョリティね。この人たちにとってはノインブマイノリティであるポリコレファンって人種はトロルとかソーシャルジャスティスウォーリアー、日本語に変えると嵐ね。家でたまたま目があったゴキブリみたいなものだから、目につくだけでわ目が合っちゃったよ、不快だわって感じなのよね。 SNS でもポリコレが発言しているのを見るってことは、家でゴキちゃんと目が合うみたいな気持ちになるってことね。そうそう、だからアメリカ資本、主にハリウッドなどが映画やゲームを作る場合は 10% ルールと呼ばれる黒人を必ず 10% 入れなさいみたいなクソ縛りがあるから、それをクリアしなければならないんだけど、このクソ縛りを過剰にしすぎると、これとかこれがやりすぎちゃった例なんだけど、これをするとアンチポリコレが SNS に、うわポリコレきついわ、ありえんわって SNS に薪を投下することになるわけ。ポリコレファンは嫌われているからね。そうするとポリコレファンは当然ポリコレ違反を発見、これより攻撃を開始するのぜとなってハルマ理論が発生するわけ。こうすると純粋な映画のファンとかカジュアル層にまでその火の粉が飛び火して、疲れ果てた多数派が量産されるって流れになるわけ。悪い、やっぱつれえわ。だからクソ縛りの存在するハリウッド映画では必ずこのクソルールを準拠しつつ、ポリコレファンが SNS でドローリングをしないようにする絶妙の配慮とバランス感覚が必要なわけ。この部分はまずマリオブラザーズがやらくす枕の部分で、金持ちのモブに黒人を起用した部分はさすがのイリュージョンって感じね。え？白人でもいいじゃない。ポリコレ違反を発見、白人は支配階級で金持ちで黒人は労働階級で、貧乏って悪しきステレオタイプを発見したのぜ、これより攻撃を開始するのぜ。やっぱそれはこんな感じでポリコレファンは常に攻撃する対象を求めている。ネット界のクスみたいな存在だから、こいつらに少しでも上げ足を取られかねない要素は徹底的に排除しなければならないわけ。このあたりは長年ハリウッド映画を作っているイルミネーションには知見がしっかり溜まっているから些細なミスはしないわ。次にピーチ姫の取り扱いが絶妙という部分がすごすぎて脳が震えたわ。というのはアニタ、さっきシアンとかのポリコレファンが YOUTUBE で、なぜ女はゲームで常にさらわれなければならないのかみたいな感じの超レ展開をしているのだけど、ピーチ姫がクッパにさらわれるという古典的展開はできないわけ。そこでピーチ姫をやや薄化させて、うわ絶妙ね。こういうゲームってアイコンでキャラクターが成り立っているから、クセッケの金髪でピンクのドレスを着ていたら大体ピッチ姫だから、これはギリギリを狙ったわね。ちなみにパッケージのピッチ姫はこんな感じよ。ジパングに在住の主にお兄さんたちが実用目的での哲学動画を借りたり購入した時に、パッケージ詐欺じゃねえか
金返せってなるやつね。この映画は実用映画じゃないからノーカンよ。ピーチ姫の性格設定はコミカル部分はアップの主人公の奥さんだったエリーってイサイツよぐっせいキャラで、この子前歯が抜けててぐひじりでおてんまでクソ可愛いわよね。バトル部分はワンダーウーマン、準拠の街で絶妙なキャラレザしててのがバイブレーションしたわ。ホリコレハンは自立してて弱い男を助ける、自分で男や仕事を選べるという世界一強いワンダーウーマンに対してなぜか攻撃をあまりしないものね。アップの奥さんに関してはこのキャラクターは世界一愛嬌がある、世界一好かれるキャラレザだと思うわ。シナリオもキノコ王国のヘッドであるヤヤブスのピーチ姫に行かれちまったクッパが結婚と侵略を仕掛けるってシナリオ、国の長としてイケメソ戦闘力持ちの戦闘力で言えばマリオよりも格上だし、か弱い男のマリオのメンター役としっかりポリコレが噛みつかないようにややぶすな。あれこいつピーチ姫程度の顔ぐらいにしてて、プラスクッパがピーチ姫をさらうという王道を行くポリコレが噛みつく要素がほぼないの、びっくりするほど絶妙ね。正直スーパーマリオのピーチとマリオの対比で言うとややズレがあるけど、映画を見ている印象としてはしっかりマリオをメインに添えているし、もともとブルックリン生まれの町人間であるマリオからしたら異世界に長年住んでいるピーチ姫には勝てないよね。とかピーチ姫がマリオのレベリングを助ける師匠役っていうシナリオが自然すぎて、アンチポリコレがピーチ姫ふさはシナリオないわって燃料を投下する可能性が極めて少ないと思えるの。そうするとポリコレハンが攻撃する対象が存在しないから、大多数の疲れた人々は SNS とかでゴキブリに遭遇する確率が減ってはいね。そういうこと。最後にまとめるわね。映画が大ヒットした理由は海外資本のエンタメ会社に映画を作ってもらったこと、原作準拠どころかファンすら飛び越えるようなガチオタクエンタメ映画に仕上がっている部分、最後がポリコレファンが噛みつく要素が一切ないシナリオになっている部分という3つね。面白かった、ためになったと思ってくださったらいいねこれ。チャンネル登録